結婚当初から。同居しろ。しないなら仕送りしろ。家事手伝え。な近距離別居の元乙女。アポなし突で、家から金目の物をドロすることもあったが、普段仕事でいないのもあり頻繁ではなかったし、元旦那もややマザコンエネオで。悪気はないから、ママンも困ってるんだから多めに見てあげて。だったが、適当に距離を置いてなんとかやっていた。3年前実家の母が癌で亡くなった。葬式で止めに。私この両親いなくなったから、これで心置きなくうちに来れるわねー。介護する親は私らしかもういないし。と聞きとして言われた。旦那、うとはいさめるわけでもなくうんうんとうなずいてた。頭に血が昇るほどムカついたけど、母の葬式で揉め事は避けたかったから我慢した。姉夫婦とうちの息子娘も怒りに震えていたけれど、なんとかなだめて母を見送った。母の葬式から2週間ほど経った頃、姉から電話があり、亡き父の友人と名乗る弁護士さんが訪ねてきて、がん告知された母からのイライラしく遺言状があるとのことで、私夫婦、姉夫婦同席で弁護士さんに会った。遺言状の内容は、子供たちに均等に財産を分けてほしいとのありきたりな内容だったのだが、残された財産を聞いて姉と腰が抜けるほどビビった。土地家屋以外に、預貯金や国債を合わせて9桁超えてる。うちは全く資産家でもなくしごく普通の共働きサラリーマン家庭。お金に不自由な思いをしたことはないけど、贅沢させてもらった覚えもない。実家も普通の団地に家族4人が住むのにちょうどいい広さ程度のもの。弁護士さんも病床の母に聞いたことしかわからないがと、両親が結婚当初からコツコツ貯めていて、両親の退職金、父の生命保険も手をつけることなく娘たちに残しておいたと話してくれた。姉夫婦は、うちは子なしで今後もできないしこの年でもう作るつもりもない。遺産は子供のいる妹に全部あげてほしい。と言ってくれたが母の希望通りにしてあげたいとの私の申し出にしぶしぶ従ってくれた。この一件からうちは壊れていった。大金が入ると聞きとして義両親に旦那が報告。母の遺産は私個人の財産だから、旦那も乙女も関係ないよと話すと。お前の金は俺のものでもあるだろ。と殴られた。その後も姉の申し出を断ったから取り分が減ったとか。うちの親に金を都合しろなど見事な変貌を遂げた。子供たちはそんな旦那を見て、離婚してと泣きながら訴えてきたが、旦那は離婚に応じてくれない。シェルターへ逃げる手段もあったが、自分の中で今までの嫌がらせや、母の葬式での乙女と旦那の発言や態度にどす黒いものが渦巻き仕返しを決意した。それからは旦那、乙女がお金をたかりにくればハイハイと渡し、奴らは湯水のように使った。母の遺産ではなく結婚生活19年間夫婦で貯めた貯金を、旦那は私が金のなる木と思い、仕事を休んで遊びほけて解雇となり、乙女は私が私の実家を改装して同居を考えているという話を鵜呑みにし、月実家を抵当に入れ借金までして合流した。19年共働きで貯めた1000万以上の貯金は1年も持たずに尽きた。その頃乙女も月実家を抵当に借りられる分を使い果たし、そろそろ同居を、とニコニコと催促してきたので、子供たちを姉夫婦にしばらくお願いし、荷物は少しずつ実家に運び、母の遺言状の弁護士さんに同席してもらい離婚を切り出した。旦那、乙女は、騙した詐欺だ。離婚などしない。一生自分らに尽くせなどかなりはめき散らしたが、弁護士さんが、DV 証拠の診断書があること、ご主人の浪費の記録があること、ご主人が仕事も家事一切もせず責任を果たしていないこと、本当なら慰謝料も十分取れるのに奥さんが、今後自分やお子さんに一切関わらないでいてくれるのであれば、慰謝料も養育費も財産分与も、一切いらないとおっしゃっているんですよ。離婚を拒否されるのであれば調停や裁判になります。その時は相応の慰謝料の要求をすることになりますがよろしいですか?と静かに話してくださり、旦那、乙女は青ざめていった。旦那はいきなり土下座して、やり直したい。俺を捨てないでくれ。と泣き落としにかかってきたが無視。判をしてください。と冷たく言い放ちだだっこのようにイヤイヤする旦那に。この1年楽しかったでしょ?仕事もせずに金を食いつぶして通っても楽しかったでしょ?
夢見せてあげたんだからもういいでしょ。私、あなたも乙女も大嫌いなのよ。もう顔見るだけでも吐き気がする。さっさと判をして。と淡々と言う私を見てやっと、うなだれるように旦那が判をしてくれた。その間もキーキーと私を罵倒し続ける乙女に。義実家、抵当に入ってるんですよね。大変ですね、これから。夫さんも無職だし、この家もまだまだローンもありますしね。慰謝料なしにしてあげたんで、この家のローンは私放棄しますね。もともと土地家屋もローンも夫さん名義ですし。というと、やっと自分たちの置かれた立場に気づいて呆然としている乙女に、にっこり笑って残りの荷物持って弁護士さんと引き上げた。その後はすべて弁護士さんを通す約束で義実家がどうなったか聞かなかったが、弁護士さんには再三元旦那から復縁の橋渡しを依頼する電話があったそうですが、すべて門前払いしていただきました。子供たちに一年近く辛い思いをさせてしまったことと、両親が良かれと思って残してくれた財産で家族が壊れてしまったことがドキュンかなと思い、あなたとお子さん方には悪いが、それはもともとそういう旦那だったんだよ。ご両親が、粗悪な家族もどきから可愛い娘と孫たちを助けてくれたんだ。縁が切れたようでよかった。グッジョブ。よく頑張ったよ。グッジョブグッジョブ。これからは子供さんたちと仲良く幸せに暮らしてね。グッジョブ嬉しいです。ありがとうございます。息子は県外の大学に行ってしまいましたが、今は娘と実家で楽しく暮らしています。子供たちは父親にも祖父母にももう会いたくないと言ってますので、尊重して会わせておりません。聞いていただきすっきりしました。七市に戻ります。感動に打ち震えているぞ。グッジョブでした。私もご両親の遺産が家族を壊したのではなく、逆にあなたとお子さんたちを守ったのだと思います。グッジョブ。スカッとした。この先あなたと子供さん方に幸あれ。修羅場は離婚してしばらくした後の話。離婚の理由は嫁の浪費癖と浮気。俺の財産の半分以上が真男と元嫁に持っていかれた。離婚当初は、別れる際の慰謝料等といった知識や額も全くなしで、子供は置いていくから代わりにあなたの今持ってる財産の半分をよこせと。それで子供を諦めてくれるのなら安いものだと、元嫁の意見に応じた。実家で家族たちと平和に過ごし、離婚した時は娘も小さかったのもあって、母親なしでも温厚で優しい娘に育った。子育てに仕事、一生懸命働いて嫁にやった分の金も稼ぎ直した。娘の進学とかそういうのに割り当てたいからお金が貯まってすごく嬉しかった。でしばらく経って元嫁から一度だけでいいから俺に会いたいと連絡してきた。娘の方はもう反対。一度家族を裏切った人間なんかと会ったっていいことはない。ただ俺は嫁にまだ未練がある下生の情があったので嫁と会うことにした。久々に会った嫁は以前のような元気のある姿ではなく、寂れてボロボロだった。まあ、男と結局うまくいかず、職を転々としているらしく、生活していくので大変だったらしい。何でもするからまた昔みたいな夫婦に戻れないですよね。と言われた。ただ娘がもうお前に会いたくないって言ってるし、会ったところでお互い嫌な気持ちになるだけだ。と言ったら嫁がさらに号泣。いたたまれない気持ちになったよ。本当にごめんね。私、あなたと娘を裏切って勝手に出て行ったのに。こんなの最低だよね。と謝り続ける嫁。せめてもの情けというか嫁への情でお金を少し渡すことにした。口座番号と通帳を教えてほしいというから言う通りにもした。元嫁も。半分だけ下ろすね。と言い俺も無言でうなずいたよ。家に帰ったら娘に泣きじゃくられた。お父さん正気なの？何考えてるの？おかしいんじゃないの？あんな怒り狂った娘を見たのは初めてだった。額は言えないがそれ相応の額。娘の今後のためのお金が入った通帳。はっと思い元嫁の携帯に電話。しかし着信拒否。ほら見なよ。とさらに怒る娘。そんな娘を慰めながら俺は、嫁に対して通帳を渡した弁解をした。200円しか入ってないから、娘は。へ？とポカーンとしながら俺を見上げてたよ。嫁に渡した通帳。実はとっくに全額下ろして別の口座に入れてある。
嫁に渡した通帳は大金が振り込まれてる時のままの、記帳し忘れた古い通帳だった。娘に、あの金があればカップ麺くらいは買える。とりあえずこれで縁が切れるんだからいいじゃないか。と一言、娘は泣きながら笑い始め、俺の母親からは、自分のだらしなさを武器に使うとは、褒められん。と真顔で言われた。まあ被害がなかったんならよかった。でもどうやって金下ろすの？印鑑化したよ。今の新しい口座は印鑑証明別のにしてあるんだ。古い印鑑でも悪用も何もできないからね。それで後日なんだけど、元嫁から鬼伝の嵐。あの、通帳にお金が。と焦った口調で取り乱してる元嫁。そうか、そんなに喜んでくれたか。それじゃあ今度こそさよならだ。と電話を切り着信拒否。もう他人以下の関係なんだ。200円だけでも十分じゃないか。コンビニで何かしら食べ物買えるぞ。今の俺には娘や親が幸せならそれでいいんだ。すべては終わった。娘が夏休みで来週親戚の家に泊まりに行くので俺は温泉で合流でもしようと思う。着信拒否してたんだ元嫁。逃亡する気満々だったんだな。元嫁様。しかし、自分が着信拒否しといてよくかけてこれるよな。当たり前だけど、着拒しても履歴は残るんだから、元旦那から電話あったことはもうわかってるはずなのに。もう元嫁は好きに男でも作って勝手にやってほしいです。俺はもう娘と自分の趣味と親のために生きようと思う。それでは、長く居座って失礼しました。とりあえず娘さんを今後も大事にな。娘さんの心臓に悪い。気持ち良すぎて笑ってしまったではないか。離婚の時慰謝料も取られずまあ、な思いしたから。思いっきりお前さんのこと知識のないバカだって見下してたんだろうな。今度もちょっと泣きつけば大金せしめられると思って、速攻着拒してたんだろう元嫁。グッジョブ、娘さんとお幸せに。普段は近距離別居だけど、オート目が骨折して入院手術。リハビリの送迎や介護のため、期間限定で同居になった。それまではウトメも私たちもフルタイムで仕事をしているのでほとんど交流もなく、嫌な思いをすることもなかったけど、同居するようになってからトメから身だしなみや同僚との付き合い、まだ子供がいないことなどについてチクチク言われるようになった。大抵のことはスルーしていたが、唯一腹が立ったのが料理。夕飯の支度はトメと私が一日おきで分担していたんだけど、トメは私の味付けがお気に召さなかったらしい。作ったものを捨てられることはなかったけど、一口食べてため息をつき、ご飯のお供を出してきてそれでご飯だけを食べる。おかずは食べない。そして、翌日全く同じ材料、メニューを出してくる。ウトはシフト勤務だから反応はわからないけど、旦那は、これ昨日嫁子が作っただろ。連続かよ。と不満を言うが、トメは、お母さんが作った方が美味しいからいいじゃないの。となぜか私をプゲラ。こんなことが2週間続き、とうとう。いつまでもうちの味を覚えない。出来損ない目。と煮物を犬の餌にされ、さすがにムカついたので仕返しを決行。私の当番の日に旦那の好物ばかり作り、食卓に並べておいた。そこへやってきたトメが。息子たんの好きなものはね、私の味付けじゃないとダメなのよ。と流しに捨てた。大げさに悲鳴を上げる私。お母さん、これは旦那くんが、せっかく作ったのに、なんてことを。たまたま休みだった旦那が作ったと勘違いしたトメはファビョルファビョル。嫁子のくせに、息子たんに料理させるなんて。紛らわしいところに置くお前が悪い。そこで、こっそり携帯でワンコールして呼んだ旦那登場。めちゃくちゃになった料理を見て。母さん、何やってんだ。前もって打ち合わせした通り、でかい声で怒鳴る旦那。切れたふりをして、空の器を壁に投げて暴れる。違うのよ、これは嫁子が。私が捨てたことにしようとしたけど、旦那が立てる騒音にかき消される。そこに早番だったウトも帰宅。とんでもない騒ぎに呆然とするも、旦那が。ババアが嫁子が作った料理を捨てた。嫁いびりをするような奴とは一緒に住めん。週末で出ていくから、介護は自分らでやれ。と言い放ち、ウトも。しょうがないだろうな。トメが撒いた種だ。俺らでなんとかする。
と言ってくれ。わめくと目は置いて3人で外食した。食べ物の恨みは怖いんだ。引っ越しの準備してきます。百均とはいえ、皿を旦那に割らせたのがドキュン。いいコンビネーション。手伝ってもらってるのに、なんでわざわざぶち壊すようなことをするんだろうね。結婚前の話だけどふと吐き出してみる。結婚して10年旦那の母の介護をしていた。止めは別に悪い止めじゃなかったんだけど、やっぱり手はかかるので。仕事は続けられず辞めたし、子供は作る気になれなかった。そんな余裕なかった。旅行も10年行ってないし、ろくに美容院や買い物もしたことない。友達とランチすらほとんどなかった。旦那は仕事が忙しくて、帰ってくるのは遅くて。でもいつもごめん、と謝ってたからまあ我慢できた。10年経って止めが死んで、なんだかやっと肩の力が抜けて。言っちゃ悪いが、やっと死んでくれた、って気分になった。止めは決して悪い人じゃなかったが、なんというか自分の人生10年間棒に振った気がして辛かった。でも止めが死んだ後に、旦那が離婚してくれと言い出したのは驚いた。なんと残業だと思っていたのは、愛人とデートしてただけだったらしい。今思うとテンプレなんだけど、妻が介護で身なりも構わずボロボロで、家事もおろそかになり。部屋もうんこしっこで臭いし、まあ綺麗な愛人とホテルで遊んでる方が楽しかったんだろう。出張とか言ってたのもお泊まりデートだったみたい。止めが死ぬまでは離婚できないから、私は介護要員だったわけだ。それだけでもショックなのに、旦那の愛人には子供がいた。5歳だって。種は旦那ね。お前との間には子供いないけど、相手には子供がいるからとか言われて。私、あはは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 はと狂ったように笑い続けてたの覚えてる。旦那が何か言おうとしたけどひたすら、あはは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 はって言ってた。怒りより先に笑いしか出なかった。あはは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 、って言いながら黙ってカバン持って実家に行って、びっくりした親に大笑いしながら、なんかね、夫隠し子いたんだって、離婚したいんだって、ウケるー、とか泣きながら笑ってた。それからあと、頭ぼーっとしてほとんど覚えてない。なんか頭真っ白っていうかご飯食べてたりしたのは覚えてる。だけど、なんというのか、機械みたいだった。深く物事を考えたら嫌なことを思い出しそうで、感情ってのが湧いてこなかった。というか湧かないようにしていた。しばらくしたら、怒りとかよりも先に気が抜けて、ひたすら虚しくて悲しかった。旦那に腹は立たなかった。ただ、ああ、私、何してたんだろう10年、バカだなぁ、という自己嫌悪ばかり。自分が廃人みたいになっていた間に、親とかが頑張ってくれていたみたい。離婚は決定だったし、慰謝料は当然向こうは払ってくれるつもりだったようだ。親は私の代わりに憤慨していて、慰謝料は相当踏んだくれたらしい。離婚届に名前を、のところで、私はとある気持ちが湧いてきた。旦那の愛人と隠し子に会わせてほしい、と言った。旦那は渋った。私が彼女たちに何かひどいことを言ったりすると思ったんだろう。ひどいことは言わない。なんなら旦那が隣で監視していてもいい。ただ旦那の新しい妻になる人と子供に、最後に話をしてみたいだけだ。と。会わせてくれるなら慰謝料も減額してもいいと言ったら旦那はオーケーした。親は怒ったが、親もついてきていいと言ったらしぶしぶ納得した。そして私、旦那、旦那愛人、子供、私両親という顔合わせで話が始まった。私はひたすら、止めの介護の話をした。うんこしっこを塗りつけられ、帰ったら壁に塗りたくられ、噛まれ、叩かれ、腕の傷を見せた。止めに噛まれた後だった。足にもあった。親が聞いてて泣き出していた。うん、だって本当に壮絶な介護だった。最後の数年は気泡が入って、あれは元の止めじゃなかった。夜1時間おきに起こされ、トイレに連れて行き、辛かった。ひたすら介護の話をした。旦那は残業だと言って帰ってこなかった。家にいると臭いからだったそうだけど、この状況では綺麗にするなんて無理だった。愛人は最初はビクビクしていたが、私の壮絶な介護話を聞いて、だんだん真顔になっていった。愛人は途中で言った。
旦那さんは、妻が介護が大変だからって、言い訳にして手抜きをするって言ってましたけど。それ、手抜きじゃないですよね。うん。この状況で身なりを整えるなんて無理。薬の副作用で頻尿で、おむつもしょっちゅう変えてたし。私は愛人に、あなたは両親はいるのかと言った。いると答えたので、あなたの両親が止めと同じようになった時に旦那は絶対助けない。わかるでしょう。この惨状の中身ないふりをして外に出ていた人なんだから、と言った。愛人は真っ青で、黙り込んでいた。私は言いたいことは言ったので、これで終わりだった。旦那は何か言いたそうだったけど、別に怒っても怒鳴ってもないので何も言えなかったようだ。その後旦那と私は離婚した。そして愛人は結婚しなかったようだ。子供もいるのにね。それから何年かはやっぱり精神的ダメージがひどくて、実家でニートしてたけどやっと最近働き出した。なんだか心の一部がえぐり取られてしまって、もう戻ってこない感じが未だにしているけれど。いつか元に戻ればいいなぁ。絶対元に戻るよ。それで必ず幸せになるよ。これ、もう決定事項だから。勘弁してくれってくらいたくさん幸せになって。幸せになってほしい。不倫相手には旦那の本性が分かってラッキーだったね。一気もそれだけ大変だったんだから、幸せにしかなれないよ。元旦那は最大の不幸に見舞われるといい。私が呪っておくから。暇つぶしに旦那の前妻との新婚時代の話でも、旦那の二月の出張に、ついていくことを嫁と嫁実家が拒否したため単身赴任。単身赴任が終わる目前、浮気相手と旅行に行く途中の道で嫁が事故。義両親が、お前が娘を置いて行ったのが悪い。と旦那に逆ギレ。しかも浮気は義両親公認。理由は早く孫の顔が見たいから。何もかも全部お前が悪い。慰謝料と娘の治療費払え。旦那うなずいて銀行へ。それなりの厚みのある銀行の袋を手に持ってインターホン。危機として出てきた義両親。昔剣道で鍛え上げたでかい声で。単身赴任した僕が悪くて、不倫した嫁は悪くないんですね。孫が欲しいからって娘の不貞を許すご両親なんですね。など、ことの詳細を丁寧に丁寧に復唱。ワクテカで様子を見に来るご近所に、ファビョル義両親。掴みかかってきそうになったところで、離婚届とその他書類で分厚くなった銀行袋を叩きつけ、弁護士呼ばれたくなかったらさっさと反抗して提出しやがれ。と言って帰ってきたそうな。義実家は客商売な自営業。詳しく聞きたがる人が多くて一時は客が増えたが、信用ができない、常識がない家族、とレッテルを貼られ、客は激減。店は潰れたそうだ。新婚じゃ大した慰謝料も取れないし、それがベストだろうね。100万や200万の慰謝料ケチって家業潰すとは。そりゃ確かに信用できんわ。潰れて当然。すみません。書き漏れです。封筒の中身は治療費分と、離婚届数枚。届けの書き方のコピー、あとは役場にあった適当なチラシを三つ折りくらいにしたものだったそうです。文句も言ってきたみたいですが、乗っていた車が独身時代買った旦那名義の車で、それが結構いいねの車だったので、慰謝料欲しいなら先に車の修理費を払えと言ったら、それ以上何も言わず、代わりに記入された離婚届が郵送されてきたんだとか。なぜ、治療費10万円も払ったのか。むちゃくちゃな話なのに。手切れ金じゃないの？治療費10万円も手切れ金のつもりで払ったみたいです。多少のお金を投げ捨ててでも、この気違いじみた家族から逃れたかったと言っていました。遊跡は前妻なのに慰謝料や手切れ金を旦那が払う不思議。慰謝料じゃなくて治療費と書いてあるが、入院していて事故なら自費なんじゃないのかな。入院のベッド代は結構かかるので数日でも10万以上いくと思う。確か1日3000円だっけ？身内が入院していたのは結構前なので自信ない。個室代がえらい高かったという記憶しかない。10万円で気違いと縁が切れるのなら安いもんだ。ケチったせいで事態泥沼。結局ケチろうとした以上に、支払わされるなんて話はたまに聞く。この一家に対して嫌悪感しかなく、さっさと遠ざかりたかったそうですから。
何もかも面倒だったので真男に慰謝料請求をするつもりもなかったようですが、前妻曰く、真男くんは離婚話でごたごたしている隙に逃げたそうです。前妻は実家を出て、職場で出会った人と結婚、出産したんだとか、あとはよく知りません。吐き出せてスッとしました。結婚してから1年半の間、止めに何度も置き去りにされた。大きいのは4つ。1回目は義実家での外食。私と止めが止めの車で店に行き、夫とコートが現地集合。で、止め気がついたらいなかった。どこ行ったのかな？としばらく待っておかしいな、と外を見たら車がない。夫と連絡を取って後から電車で向かい、止めの言い訳は、家族になったばかりだからうっかりしてた。2回目は大宇都の法事。宇都と高宇都は仕事で行けず、夫はちょうど出張から帰る時だったので現地集合。喪服で義実家を置き去り、言い訳は同じ。謝るものの後から、嫁のくせに来ないって怒られちゃったわ。と言われ、止め親戚から罵倒の電話が来た。事実を話しても向こうはそれを知ってかけてきてたので意味ない。これは夫が向こうに電話して怒るまで続いた。3回目は夫が出張から帰るので、空港まで迎えに行くとき、言い訳は約。4回目は止めの付き添いで行った大学病院。血液検査だけでもエレベーター乗って移動なので。終わったって思ったら、すっきりしてうっかり帰ってきちゃった。しかしこの時明らかに早足で駐車場に向かい声をかけても無視され、数メートル手前で止めに持たされた大荷物を両手に持つ私を置いてすごい勢いで車を発進された。ちなみに後で見てみたら中にはタオルケット3枚と辞書が入っており、重たくってタクシーで帰宅。皆で止めは地方かと悩んでいたけど、これで余命ビリ確定。もう二度と止めと一緒の外出はしない。しても別行動と宣言し、全員泣きじゃくる止めをガンガンに締めた。それから私も免許を取り、最近止めが落とし取って車の運転が辛くなってきた。何度も私に買い物の足になってくれと頼んでくるけど、当然断固拒否。それでもめげずに何度も何度も行ってくるので、よっしゃと思って行ってあげた。場所は郊外のホームセンターとスーパー。車中では置き去り事件を、うっかりしててねーと何度も釈明。私悪気なかったの。誤解されたままで辛い。アピールに必死だった。軽く無視してまずはスーパーで重いものを買いだめし、トランクへ。次はホームセンで止めの好きな園芸用品を買い込む。土、肥料その他もろもろ、次々とカゴに入れていく止めを見つつ、そのまま帰ってきた。都会ならまだしも、田舎なんでホームセンから徒歩20分ほどのところに駅があり、そこから義実家まで乗り継ぎしながらだと数時間かかる。荷物があるから電車は無理だろうし、タクシーだと満タン位かな？とりあえず義実家の玄関にスーパーの買い物を置き、携帯の電源入れて夫に電話。とめさんに言われて連れて行ってあげたのに、ホームセンでいなくなってさ。もういい加減にしてほしい。私もうやだ。あの人どれだけ私が憎いのよ。と切れた。すでにとめから連絡を受けていた夫は、ああ、そういうことだったのかと納得し、実はねえと説明。私は、そうなの？どうしよう。この日、夫いとこを車で送ることになっていたので、二人で話した結果、宇都がとめを迎えに行くことになった。結局とめはタクシーで帰ってきたが、キーキーはめいて領収書を叩きつけ、あんたのせいで払う羽目になったんだから、と要求してきた。それに夫がブチギレ。だいたい嫁子がそう思ったのはお袋がいらん嫁いびりするからだ。と怒鳴り、私は心で舌を出しながら、すいませんと謝罪。でも、って言うから。じゃあこっちも今まで嫁子が払わされたタクシー代出してもらうからな。って言ったら、あんた変わったわよ。と泣いて帰って言った。一世一代のドキュン返しがうまくいって本当によかった。なんか、自分のレベルを止めに合わせて落とすのはさぞかし辛かったろう。お疲れ。つかもう相手にしないでいいべ。グッジョブ。すんげえ性格の悪い止めだね。もしこの先子供ができても合わせなくていいんじゃない？孫というより、そんだけ憎い嫁の子供だもの。何するかわかんないよ。気になったんだけど、二人で話した結果宇都が止めを迎えに行くことになった。
ということはウトは運転できるんでしょ。それなら最初からウトが動けば、わざわざイッチさんが行かなくてもいいんじゃないか。ウト運転できるけど、ウトも運転したくないんだって。最近目が急に悪くなったとかで、年も年だししょうがない。だから家にたかってくるようになった。それにもともと車で出かけるときは止め運転だったんで。なんという良いグッジョブ。本当に理不尽だけど、冷めた。というか血の気が引いた。普通の OL で、どっちかというとギャルよりだけど家庭的で。この子と結婚したら幸せだろうなぁとか普通に考えてた。ある日彼女の荷物に 3DS があったので、ゲームとかするんだ。とか思いながら本物を触ったことがないので、許可をもらって起動した。そしたら思い出帳みたいな機能があって、どんなゲームをどのくらいしたのかという記録があった。そこには、牧場物語300時間、モンハン130時間、ファイアー、70時間、ドラクエ100時間、とちょっとシャレにならない時間が、これってそれぞれの時間だよね。ちょっとみたいに。本当に頭の中が真っ白になった。死者誤入したら30なのに、なんでこんなゲームに夢中になれるの？てかそんなに牧場物語って面白いの？モンハンより？とにかく牧場物語300時間が頭から離れない。つい昨日まで本当に大好きだったのに、今は違う別の生き物にしか見えない。部屋をよく見たら、ゲーム機らしきものが多分10個ある。どう別れを告げようか、本気で悩んでいる。牧場物語面白いよ。ハマる人はとことんハマる。理不尽ザメに突っ込んでもしょうがないけど、もし私がツイッターにかける時間のトータルを表示したら、1年半前から初めて300時間は行くと思うけど、ゲームしないからわからんけど、そんなびっくりする話なのかな。面白いよね。自分も好きだ。作り込んでいくタイプのゲームだからどんどん良くなっていくと楽しいんだよな。俺ゲーム好きな女の子って好きだわ。自分が結構ゲームやる女の子って男の趣味にも結構理解ある子多いしな。コツコツやり込むタイプのゲームだから、彼女もそういう性格なんだろ。毎日少しずつ作業することが苦にならず、先を計算して行動できるなんていい女じゃないか。冷めて放流するならぜひ俺がお付き合いしたい。理不尽というより、一致は誤解している気がする。まだ別れてないし、彼女とゲームについて話したり、どんな内容なのかチェックした上で決断してほしいな。この人って思える相手ってなかなかいないからさ。それに死者誤入して30というが、コツコツ系なら大人こそやってるから。その年にもなってって思ってほしくないな。いつやり始めて300時間かも気になるな。あと 3DS の場合、うっかり放置や寝落ちするとすごいことになる。レイトンとか長々やるゲームじゃないのにそのせいで80時間とかだわ。DS 特にコツコツ系って空いた時間にやったり、何かしながらやるよね。ネトゲ廃人みたいに感じたのかもしれないけど、全然違う。同じゲームをそれだけ続けられるってことは逆に好感持ってもいいぐらいかと思う。牧場物語やってるとか可愛い彼女じゃん。私もよく寝落ちするからプレイ時間はすごいけど、実質ゲームはそんなにやらないよ。勘違いで冷められて彼女も気の毒。勘違いかどうかはわからんだろ。いや時間だけじゃなくて、ゲーマーかと思って引いてるっぽいから、ゲームあんましやらない人もやるやつだよ。って言いたい。あんだけやってやゲーマーはゲーマーでしょ。そうなの。じゃあ私もゲーマーなんだ。年に1、2度くらい牧場物語とか面白そうなの買ってやる程度なんだけど、やるときは結構するからな。別に定義なんかないけど、 3DS 発売直後に買っても1年ちょっと、その間に600時間。他にもゲーム機が10個あるってかなりすごいな。いやこの程度で血の気引くならそもそも彼女の上辺だけで、結婚に向いてるって自分好みって盛り上がってただけだろうから、こいつが後悔しようが別にどうでもいい。こいつが悪い意味で人を見る目がないだけ。後出しになるけど、学生時代ゲームのことでクラスメイトが大喧嘩の末、なぜか自分が下敷きになり骨折、部活の大会に出れなくなったってことがあって、ゲームする人間にはちょっと偏見があった。結論から言うと別れました。友人に相談して、ゲームのデータを消してみて有名動画みたいに怒り狂うならそれが理由で別れられるし。
気にしないならゲームオタクじゃないからいいじゃないかということで。決しても元彼女は。別にいいよ。また最初からできる楽しみが増えたよ。と言ってくれたので種明かしをすると態度が老変。正直見にくかった。わざとデータを消したことが嫌だ。と言っていたけど明らかにデータを消されたことの方が怒りの比重が大きかった。やっぱりいい歳してゲームに夢中になる人間は危険だと思うわ。俺も中学生の時、水筒に入れてきた麦茶が少なくなってるうんぬんで濡れ衣着せられ、喧嘩勃発して、突き飛ばされた挙句で骨折したけど、俺は麦茶のことも、麦茶を飲む奴のことも全く恨んでないよ。悪いのはゲームのことでくだらない喧嘩をしたそいつらであって、ゲームおよびゲームをする奴じゃなかろうに。しかもデータ消したのをわざとじゃないならいいよ、また最初からやる楽しみも増えたしねえ。って許してくれるなんて、こんな可愛くていい子なのに、いい物件を逃したな。まあ彼女さん的には別れられて正解かもね。ガチなら彼女の幸運を祝いでおく。こんなクソな奴と別れられておめでとう。完全に巻き込まれただけの修羅場なのに強烈すぎた。私、通りすがり、魔女だけど服装だけスイーツ。妻、20代前半女性、派手ギャル系で可愛い、赤ちゃんを背中におんぶ。を、20代後半男性、仏面装飾系外見。私は大きなショッピングモールで買い物をして、ショッピングカートで駐車場まで荷物を運んだ。ここはカゴ持ちだし NG。ショッピングカートは駐車場まで OK だけど置き場まで自分で戻す方式。駐車場の端から入り口近くの置き場まで向かうと、大荷物をちょうど車に運び終えた A 妻を見つける。大きなモールのため入り口まで距離があったし、A 妻は眠ってる赤ちゃんを背負ってたので、よかったらついでにカート戻しましょうかと初対面の A 妻に声をかける。A 妻はちょっとびっくりした後にニコッと笑って、あざっす。人待ってるんでマジ助かります。と頭を下げてくれたのでこっちも嬉しくなった。さらに何かお礼とかと買い物袋を出し始めたから。いやいやついでなんでと赤ちゃんが起きないように、小声で返事してさあ行こうかと振り返りかけたら、いきなり飛び蹴りを背中から食らった。倒れ込む私、車に直撃して大きな音を立てるカート。買い物袋を見ようと運転席を開けてちょっと離れていた A 妻が、栄養くん、な、と悲鳴を上げて背中の赤ちゃんが号泣。私に飛び蹴りをかましたのは、走ってきた栄養で私の顔を見た一瞬、微妙な顔をしてから A 妻に走り寄りいきなり熱い抱擁。浮気してんじゃねえよ。戦術の通り、私は元はいえどもどこからどう見ても女です。何言ってんの？俺以外の奴に心が動いたらもう浮気だ。私も A 妻も訳がわからず、先に A 妻が我に帰り、A 妻の腕を振りほどいて近づいて私を起こそうとしたところで A 妻が私に、この浮気女、失せろ。やばい、こいつ父だと思った私は、大声でおまわりさん、助けてと叫んで助けを呼ぶ。逆上仕掛ける A 妻に A 妻がパンチを入れて応戦。駐車場パトロール中の警備員が二人駆けつけてきた。どうしました？お前らには関係ない。民事不介入だろ。こいつがいきなり、この人を蹴りました。いきなり後ろから蹴られました。夫婦のことは関係ないだろ。浮気したのが悪い。心動かされただけでも浮気という謎の持論を展開し、私と A 妻は、いきなり蹴られたとしか説明のしようがない。いつの間にか警備員が5人に増えてて、とにかく詳しい事情はこちらで、と3人で警備室へ。どの段階で呼ばれたのか警備室には本当の警察官も来ていて急におとなしくなる絵を。赤ちゃんを優しそうな店員に預かってもらって本格的に話し合いに加わった A 妻が主に追及。そこで判明した話は以下の通り。以前 A 妻は浮気し、両家の親を交えて話し合い、離婚話まで出たがそこで A 妻の妊娠発覚。栄養が土下座して、二度と浮気はしないと約束して再構築。でも実はこっそりまた浮気していた栄養。今日は家族で買い物に来て、自分の買い物のため別行動して車に戻ってきたら A 妻と女が喋ってる。私を遠目に見て、浮気相手の女と勘違い。瞬時にプリコをストーカーに仕立てて、A 妻に吹き込んだことは全てプリコの妄想とするという計画を迅速に立てて飛び蹴り。しかし、プリコではなかったことに気がついて、
やべえとなったエオが次に考えたのが浮気を疑われる奴が悪い作戦。意味不明すぎるけどエオの言い分をそのまま書くと以下の通り。前に自分が浮気して責められた。メールだけの子も、信用できないことしたのはあんただとメアド消去された。浮気した。怪しいって思ったら何してもいい。お前そいつと浮気しただろ。俺にそう思わせるお前が悪い。俺悪くない。で、私の怪我持ちは喧嘩の結果なので俺悪くないだって。わけわからんので理解するのやめて。被害届だけ出して帰りました。その後、治療費等の関係で妻とだけ連絡取ってるんだけど、プリコが乗り込んだりして離婚の話が進んでいるそうです。なぜかエオとプリコは私との浮気疑惑により傷つけられたという理由で、妻から慰謝料を取ろうとしているそうです。赤ちゃん、エオに似ないといいですね、と心の中でつぶやいてしまいました。終わりです。おつ、浮気は病気なんだなと思わされた。斜め上な意味で。浮気した人との再構築はありえないんだなということはよく理解できた。なんというかいろいろひどすぎる。怪我はなかった。おつでした。怪我は結果的に大したことはなかったのですが、経過を見る傷もあったりして地味に長引きました。まあ、血は喧嘩に巻き込まれても誤解されるような彼氏もいなくてよかったかな、と。特にドキュンっぽい外見でもない栄養が淡々ときち理論を展開するのがとても怖かったです。いやーおつ。本当一致には何の日もないわな。しかしマジで浮気する人間はクズ属性のクソだということがはっきりした。私たちは結婚15年子供はいない。共働き。夫から愛人の妊娠を知らされた。子供は認知したい。でもお前とは別れたくない。と言われた。私はすぐに義両親に相談。義両親真っ青。それはそうだ。夫には子供を作る能力がない。小さい頃の病気で精巣の機能が著しく低下。結婚後病院で検査を受けた時には無精子症と診断されているが、義両親の希望により夫には、著しく少ないがゼロではないと説明した。義両親と3人で愛人のところへ行き、お腹の子のことを聞いた。それでも夫の子だと言い張る愛人に、羊水検査をするように言ったら、彼女の別居中の夫の子供だと白状した。あんたも既婚者だったんかい、と突っ込みたいのを我慢して、あなたから身を引いてすっぱり別れてほしいと頼み、夫の不始末のお詫びとして50万渡した。愛人も了承した。その時、夫は子供ができないのは私のせいで、子供ができないからと言って別れることは、かわいそうだからできないと言っていたと聞いた。それまでは子供が欲しかった夫の出来心なんだろうと、自分で言い聞かせていたけれど、何かがプチンと切れてしまった。愛人相手の還元なのかもしれないけど、日がない私が、種なし男に不憫がられていたという事実に打ちのめされた。許そうと思っていたけど気が変わった。それに気づいたらしい義両親にすがりつかれたけれど一度冷めた心と、燃え上がった怒りは元には戻れないような気がする。この場合悪いのは義両親。全員悪い。いろいろとお疲れ、幸せになれよ。ありがとう。本当は誰かにそう言ってもらいたかったんだと思う。本当にありがとう。確かに一致も含めて全員悪い。最初に無精子症であることをはっきり告げていれば、すべての流れが変わったな。まあ、本人が一番わかってて怒りのぶつけようがないところとは思う。一致です。レスありがとう。私も悪い。確かにそうだね。子供ができにくいとわかってからずっと、二人で歳を取っていくことだけを想像して暮らしていたから、この15年が全否定された気持ちになっていたわ。義両親の、誰からも羨ましがられるような幸せな長男夫婦ドリームを壊しちゃいかんと、勝手に思い込んでいた私の責任が大きいよね。夫も私たちに裏切られたと思うだろうか。事実だから仕方ないね。一致は被害者だ。幸せになってほしい。ということが最前提なんだけど。でも、男が浮気相手に言うことってたわごとだと思う。真に受けて傷つくことないと思う。夫擁護ではないけど、夫の言葉に過剰に振り回されないでほしいなと。初めから旦那に現実を知らせておけばこんなことにならなかったかもね。子供できないのも嫁のせいにしてるし。そんなの今更言っても仕方ないじゃん。
一番の問題は浮気した事実でしょ。その背景はいろいろあるかもしれないけど、不妊だから浮気も多少同情するというのは違う気がする。うちは嫁と実家がそこそこうまくやってたと思う。母親は姑に苦労したんで。あまり干渉しないでやりたいと常々言ってて、あまり連絡も来なかった。俺の実家は兼用農家で米とか作ってて、俺は手伝う気がないから親の代で終わりにする予定だったんだけど、今年に入って嫁が口出し始めた。本当に手伝わなくていいのか、一筆書いてもらえとか、すぐに辞めるように言えとか、いろいろ事情を説明しても聞いてない。そして盆に帰省した時にやられたよ。親戚一同いる前で。農業はいつ辞めるんですか？夫さんも私も絶対にやりませんよ。今の時代、農地なんて不良債権でしかないですし、転用を考えたらどうですか？と演説ぶちかました。親戚に農業やってる人も多いし、何より田舎なので。本家に断りもなく廃業するとは。手大事になってるらしい。親としては本家の年より連中は頭も固いし、説得するのも大変。なので本家の代替わりを待って穏便に解決する予定だったらしい。その辺の事情を説明してあったのに。農家の言うことは信じられない。と一人で先走った嫁の爆弾発言のせいで、俺の両親は村八分状態になってる。もう帰ってくるなって母親に泣きながら言われたよ。嫁のパソコン見たら、家庭版やら機上板の確執すれや、農家すれがわんさか出てきた。二ちゃんの情報に踊らされてたんだな、俺の嫁。勝手に不安に思って俺の実家引っかき回したのに、本人はご満足らしく嫁の書き込みも見つけた。今日離婚届もらってきた。夕方パートから嫁が帰ってきたら渡すつもり。親と嫁で嫁の方を大事にしてきたつもりだけど、こんな勝手な奴だと思わなかった。これからが本番だ。泥沼化しないことを祈ってるぞ。頑張れ。ありがとう。嫁が見てるかもしれないのでかそってそうなところに書いたけど、レスつくと思わなかったよ。俺の気持ちは固まってるので、とにかく全部渡してでも離婚する。にちゃんが原因で離婚って情けないな。嫁親にはきちんと事情を伝えておいた方が良いかもな。自分は一方的に切られる被害者だみたいなことをやられたら目も当てられんぞ。心配ありがとう。昨日は徹夜で話してたから、会社休んでしまった。嫁は今寝てる。説得できてないけど俺は引かないと言っておいた。田舎の村八分ってすごいんだよ。農業やってると、いろいろ地域で協力していく部分があるんだけど、そこが全部ダメになってしまった。農機具を借りていたのに、それもできなくなった。母親と同年代のお嫁さんはかなり同情してくれてるみたいだけど、そこの家にも年寄りがいて俺の家を許さないと言ってるらしい。地域用事や冠婚葬祭、すべてから排除されてるみたいだ。田んぼの取水口が壊されていたり、いろいろやられているらしい。けどどこにも相談できないし、親も精神的に参ってそうだ。かといって、今さら他の土地には住めない。数年前に家を直したので、貯金があまりないんだ。俺が離婚し、親戚や近所に頭を下げれば丸く収まるんだよな。親のために犠牲になるということではなく、嫁と一緒に暮らす気ないからこれが一番いい方法に思えるよ。今なら預貯金をすべて嫁に渡すが、離婚に応じない場合は調停になるので、お前の取り分は少なくなると話した。嫁の実家にも話しておいた方がいいかな。もともと俺との結婚をよく思ってなかったから、喜んで嫁を迎えに来そうだが、子供がいなくて本当に良かったよ。こんなバカみたいな理由で離婚なんて、説明できそうにないしな。どこがバカみたいな理由だ？ちゃんと嫁親には伝えとけ。バカ嫁の考えなし発言のせいで、旦那の実家が地域社会で村八分にあってるんだぞ。俺の娘が同様なことをしでかしたら、俺と嫁がバカ娘連れて一軒一軒頭下げて回るがな。こんなバカ娘を育ててしまいました。申し訳ありませんってな。お前がわびて回ることじゃない。嫁親がわびて回ることなんだよ。俺的にはな。娘が自分の親にかけてる迷惑じゃないんだよ。配偶者のご両親にかける迷惑ってのがミソなんだよ。何の血縁もない赤の他人様なんだからな。義理親は。昨日嫁と一緒に嫁実家に行ってきた。
嫁実家が近くてよかったと思ったのは初めてだ。一応理由を話し、俺は離婚すると伝えた。嫁があんなことを言ったのは2ちゃんのせいだと思ってたけど、親の影響が大きいことが分かったよ。農家なんてくだらない。下品な職業じゃないかと面と向かって言われた。それを辞めさせてやったんだから、娘に感謝しろとも言われた。一応嫁は父親を止めていたが、あれが嫁と嫁実家の本心なんだな。嫁父にかなり怒鳴ってやったら、二度と来るなと言われた。帰宅後嫁にやり直したいと言われたので、お前の実家と縁を切って、電話も含めて二度と連絡しないことが離婚しない条件だと伝えた。それはできないと嫁が言うので、それならば離婚しかないと言った。嫁は俺の実家の農地を売って、嫁実家の近くに家を建てるつもりだったらしい。農地なんて売れるわけないのにな。俺の実家のあたりじゃ高齢化が進んでみんな農地を持て余してる。ほとんどの家で金払って業者に頼んでる状況だ。それにもし農地を売ったとしても、それは親の金であって俺のじゃない。独立してやっていきたい。親とはいい距離を置いていきたい。って言っておきながら金だけ当てにするなんて、どこまで自分に都合いいんだか。なんかわかる。家の親もわざわざ金払って農地を使ってもらってる。もう農作業なんてできないし。昔結婚話直前まで言った女に、俺親に金出してもらってええ買おうよと言われて、その場で別れたことがある。おつ、嫁の気持ちがはっきりわかってよかったんじゃね。結局お前より親を取ったってことだからな。慌ただしい週末だったが、一応報告に。離婚することになった。嫁は週末とりあえずの荷物を持って、実家に帰った。後から残りを取りに来るか、こちらで処分するかを連絡くれるらしい。とりあえず早く結論出てくれてほっとした。離婚届は近日中に嫁が出すらしい。俺の親は田舎でしか暮らせないし、親が追い詰められていくのを黙って見てるわけにいかなかった。こんなこと書いても、自己弁護にしかならないけどな。貯金だけど、嫁も半分でいいと言ってたが全部渡した。それでも生活費引き落としてる方の通帳は置いていってくれたよ。やりくりしてくれてたのは嫁だし、離婚で嫁の経歴に傷つけちゃうんだからこれでも足りないくらいだ。家の頭金が溜まったって言ってたから、生活に困ることはないだろう。先週までは嫁に腹立ってたんだけど、週末いろいろ話しながらにも包めてたらなんだか泣けてきた。もう絶対結婚しない。嫁、すまん。そんな嫁でも愛してたんだな。義父もムカつくが。故郷のことを悪く書いてすまんが、お前の田舎にも腹が立つな。お前のこと何も知らんが、きっといいやつなんだろうな。何にしても人生これからだ。嫁、嫁をやって農家さんバカにしておいて、よく米だの野菜だの食えるよな。人生一度きりだ。これからもいろいろあるだろうが幸せに暮らしてくれ。確かに、そんなに壮絶な土地なら嫁がなりふり構わぬ暴挙に出た気持ちもわからんでもない。でもなんでだろう、嫁に同情できない。やたらと偉そうだからかな。普段農家を見下しているのに、財産を当てにしていたというのは強欲としか思えんな。全く同情できん。何度もごめん。仕事手につかなくて早めに帰ってきたけど、嫁がいないことになれない。離婚に同意したとき、嫁に、あなたの言葉を信じられなかった。と言われたよ。俺がどんなに説明しても、農家の実態を知って不安になってたらしい。家を買うといいと聞いて実家近くに家を建てようとしてみたり、とにかく情報に踊らされてたそうだ。うちの親が、田舎はうるさいし、あまり頻繁に帰ってこなくていいというのもなんか裏があるように思えたらしい。実家に帰省するときも、周りや親戚がうるさいからと近くの温泉の宿を用意されて。結局実家に泊まらずじまいだったけど、それもご機嫌取りされてるように感じたそうだ。俺や親が嫁の負担にならないように良かれと思ってやったことが、嫁には逆効果だった。逆に俺も嫁の気持ちをきちんと理解してなかった。いろいろ説明してたけど、不安の本質まで分かってなかった。結局最悪の結果を迎えてから、お互い本音を言えたよ。休みを取ったので、実家に行って周りに頭下げてくる。親に電話したらまた母親に泣かれた。親を泣かすって、やっぱり親不孝だよな。今までレスくれた人、ありがとう。実家が農家っていうだけで、
こんな思いするのかと思ってたので嬉しかった。嫁親はかなり偏見ある人だったけど、娘を思うあまりだったんだろう。嫁には幸せになってほしいと思う。俺が言えたぎりじゃないんだけどな。お前みたいないい奴がどうして悲しい思いをしなければいけないんだろうな。お疲れさん。俺も田舎出身、嫁が都会育ちなのでなんだかわかるような気がしたよ。一致しには幸せになってほしいね。里帰り出産しないと言ってた琴音が予定日3週間前になって、特に理由もなく突然やっぱり里帰りすると言い出した。実家の2階は2部屋あって、1階は空き部屋あるのに、私たち夫婦が使ってる寝室を使うから、テレビとベビーベッドを置いててと言い出した。それは無理と断ると。そこ私の部屋なんだけど、私その部屋貸すなんて言ってないよ。と言い出した。その部屋は昔琴音の部屋だったらしいけど、私が旦那と知り合った頃はもう2階は全部空き部屋だった。そしたら琴音が、1、2ヶ月なんだし我慢してあげてくれない。と言い出した。私たち夫婦と子供で1、2ヶ月一部屋で暮らせと。ここに来て旦那に初めて相談したら旦那ぶち切れて。すべて断る。ふざけるな。ここはお前の家じゃない。と琴音に言うと、琴音は私に、なんでお兄にチクった。とライン来たのでそれも旦那に見せた。とめも旦那に、1、2ヶ月なんだし。と言うと、わかった。俺たちはここから出ていくから好きに使え。と次の日にマジでアパート借り契約してきた。前に住んでたアパートだから大家からも信用があったのか。急いでると言ったら、来週には入れる手続きすると言ってくれ。本当に1週間後には引っ越した。旦那は普段は無口だけど理論的で怒ると面倒だから初めは黙っててあげたのに。ああ怒らせた。旦那が2世帯住宅を建てる予定だったけどそれも白紙になって止め焦りまくり。そんなこんなで今こんな時間まで段ボール解いてますよ。2世帯同居の話消えてよかったね。そのまんま旦那についていきなよ。なんで兄にチクったって。夫婦の寝室明け渡すのにどうやって旦那に言わないでおけると思うんだろう。結婚して家出て、兄が奥さんと実家に住んでる時点でもう、琴音は家のことについて何も口出す権利はないよね。ピーナッツ親子で老後まで仲良くどうぞって感じ。なんで他の部屋もあるのに琴音は琴音にそこ使えと言えずに、同居してくれてる息子家族に一部屋で我慢しろと言うんだろう。この親にしてこの子ありというか、別居できてよかったね。寝室明け渡さずともその琴音琴音だったら、里帰り中に絶対いろいろやらかしてくれそうだから。結婚して兄家族が住んでるのにもかかわらず、いつまでも私の部屋呼ばわりするなら、親がいなくなった後の家の整理とか全部やれよな。というかほとぼり冷めてまた2世帯建てる話になっても断固拒否した方がいいよ。同居してくれてる息子家族の生活より、自己中琴音の機嫌取り優先するような留めの面倒なんて見なくていい。都合いい時だけ自分の家扱いするクソ琴音に、自分がいかに常識外れでまずいことをしたのか思い知らせてやった方がいい。早いとこマイホーム買った方がいいよ。一致です。確かにあのまま琴音が里帰りしてたらわがまま放題だったろうな。琴音は義実家の一番近くの3院から転院を断られたらしく、義母が私にどっか3週間前でも受け入れてくれる3院を探してと言ってきたから、ある3院を提案したら琴音は遠いだの、病院が古いだの、個室が少ないだと文句ばっかり。田舎だから3院なんてそんなにないから襟好みしてらんないのに。ちなみにまだ3院は決まってないけど、里帰りすると言い張ってる。旦那は気難しいとこあるから、琴音も琴音も私から旦那に、この部屋琴音ちゃんに使ってもらおうよ。もともと琴音ちゃんの部屋だったんだし、と提案してこっちから譲り渡したストーリーを作りたかったみたいだけど、私が旦那に、琴音が寝室開けろ開けろと言ってくる、とありのままを話して怒ったから、チクったと言ってるんだと思う。なんでもっと上手に言えないの、と謎の逆ギレもされたのもチクった。一階の空き部屋は扉が襖なのが嫌なんだって。トイレとか行きやすくて日当たり良くていい部屋なのに。産後、赤ちゃん抱えて階段上り下り大変だよと言っても、食事とかポットとか飲み物とか、必要なものは運んでもらうから大丈夫。だと、足腰悪い琴音に運ばせる気か。二世帯は完全になくなった。頑固者の旦那は本当に言い出すと絶対だから。普段はあんまり口出ししないけど、口
口出しするときはもう決定事項としてでしか言ってこないし、止めたちも旦那の性格はわかってる。吐き出して超スッキリしました。ありがとう。さて、明日までに段ボール解くぞ。足腰悪くて人使い荒い止めとの同居ぶっ潰してくれるなんて。人格とか抜きにして、あなたと琴音の相性多分いいんだろうね。これからもやらかし続けてくれると思うよ。いい旦那だな。一人でずっと考えて、悩んだんですが、私と離婚してください。理由聞いてもいいか？好きな人ができたとかじゃないんです。ただあなたに対する愛情がなくなってきました。そうか。人の気持ちは誰にも止められないからな。また束縛なんてできやしないからね。仕方ないな。ごめんなさい。じゃあそのまますぐに出て行ってくれないか？え？どうして？離婚と決まったからには一緒にはいられないだろ。でもこんな時間だし、交通機関も終わってるし、明日じゃダメですか？このタイミングで行ってきたのは君だろ。その責任も取れないで軽はずみなことを言うなよ。でも俺は君の申し入れを受け入れたんだ。それと俺が買い与えてやったものすべて置いていけ。あんまりです。それは DV じゃないですか。なら一回だけ電話することを許す。義両親なり義妹なり、もしくはま男くんなり電話して迎えに来てもらえばいいだろ。まあま男くんは一家団らん中だろうけどな。驚くよね。とにかく今着ている服はそのままでいいから、気の見気のまま出ていけ。離婚についての協議は後日弁護士交えてするから。わめく嫁を無視して腕引っ張って追い出した。よく考えたら嫁は裸足だったので、かわいそうに思ってビーチサンダルだけ放り出してあげた。改めて嫁のスマホ確認したら、2年前から真男と関係を持っている。俺が調査しだしたのが1年前。嫁が真男と別れて戻ってきたら全て気がつかなかったことにして再構築しようと思ってたんだが、やはり真男選んだか。翌日義実家から電話が来た。何があったかわからないけど、よく話し合って仲直りして夫婦なんだから。嫁はずっと考えた決断だそうですよ。そこを乗り越えるのが夫婦でしょ。その夫婦の間でしてはいけないこと、許されがたいことしたのは嫁ですよ。そして経緯を話した。義母はすみませんでしたとだけ言って電話を切った。その日の夜に義両親が嫁連れて自宅に来た。玄関先で俺は、もう赤の他人なのですから、家に入らないでください。それに話し合う気はありません。あなたたちの娘がしたことが全てです。今後は弁護士通してください。と弁護士の名刺渡して追い返した。なんか騒いでいたが警察呼んだら嫁一家は連れて行かれた。ちなみに離婚届は昨日嫁が出してきたので、俺はサインしてそのまま昼頃に提出してきました。その後弁護士に丸投げして慰謝料決めた。真男にも慰謝料請求。真嫁とは再構築らしいが会社退職させられて、真嫁実家に引っ越して、真嫁実家通をすることに。慰謝料の300万は真嫁実家が立て替え。真嫁は嫁に200万の慰謝料請求。真男は嫁同僚か。真嫁実家通できる恵まれた真男って多いよね。俺を捨て真男に走ったが真男に捨てられ、嫁は精神的に参っているらしく精神科に入院。退院後に俺のところに来て謝罪。復縁懇願。すべてお前のしたこと、自業自得だ。そんなことよりもせっかく分割にしてやったんだ。慰謝料は滞りなくちゃんと払えよ。と追い返す。美人で若い嫁だったが、浮気を知ってから全く愛情がなくなった。精神病院に入院する嫁もたくさんいるね。嫁が行ってくるか。別れるまでいつまでも待ってたのかな。普段からまごまご3年子なしは通るさい止め。中学生になる姪と仕返ししました。姪自身も止めに可愛がられているというか干渉気味で。女は子供を産んでこそ学歴なんていらない。高校出たら働けは介護系と止めにうんざりしていたので結託。義士夫婦は共働きで休みの日はよく止め渡し姪でご飯を食べます。全員別家、近距離。大体は私が作るのだが絶対味の文句が飛ぶ。姪も出前取ろうよと言ってくれるのですが、止めは嫁は楽するなと許してくれず。そして姪と作戦を立て、義士が仕事休みの日を狙って結婚。義士が、久々の休みだし、ちゃんはゆっくりしなよ。
私が作るから。の申し出を断り。お姉さんが休んでください。お疲れでしょう。いつも作ってますからと。とめも。嫁子に作らせるからあなたは休んでね。ちなみに義士夫婦が共働きをしているのは、実子のために家を建てようとしている。義士夫婦は家族だけ、と決めているのにとめは転がる気満々。話を戻しますが、いつものようにとめ宅でご飯を食べることに。私は自宅から鍋を持ってきて、作っておいたんですよ、とカレーを。中身はとめの好物の魚介類。そこでもとめの。まずいまずい。どうやったらこんなまずいものが。息子ちゃんがかわいそう。食事も孫も作れない。そんな罵倒が飛ぶ中名が泣き始めた。慌てるとめ。どうしたの？と。めいはボロボロ泣きながら。せっかく作ったのに、おばあちゃんなんか嫌い。と家を飛び出しました。ボカーンなとめに。めいちゃんがとめさんのためにと作ったんですよ。ほらいつも私が文句言われてますから代わりに。とね。と言いめいの後を追いました。義士は大泣きしている娘に驚き、事情を聞き。私も、私がついていながらごめんなさいと平謝り。義士夫婦めい私たち夫婦とめで話し合いをすることに。とめはぶつくさ言い訳を言い、そんなつもりじゃなかったとか。義士夫婦はもちろん怒っており、今後一緒に食事はさせませんと。それに慌てたとめ。だって嫁子が作ったと思ったから。と口走り、それまで傍観者気味だった私の夫を怒らせ。一致だったらいいってなんだ。いつもしてたのか。と義士夫婦家族、私たちともども絶縁。近距離なので近所で顔を合わせますが無視。女優なあなたとめいちゃんにグッジョブ。超グッジョブ。めいちゃんもよくやったね。グッジョブ。なんだけどちょいと旦那がエネ気味なのが気になる。それは仕方ないよ。エネオじゃないまともな夫ならどき返しする必要もなく、まともな夫がとっとと対処してくれるもん。グッジョブ認定ありがとうございます。この日のためにメイと感動系映画見ておいてよかったです。メイは泣くまでずっとヘレンを思い出してたと言ってました。エネオ気味ではありますが私自身極力言いませんでした。トメ自身一人で寂しいのかとか、近距離のため関係を悪くしたくないのもありましたし、夫自身、これから何かあったら言ってくれ、とも言ってくれたので信じようと思います。トメは転がる気満々、どうせなら山奥で転がれよと。先週旦那のアホのおかげでとんでもない修羅場になった。先週月曜から土曜まで旦那が出張。年後の園児二人の世話でいっぱいいっぱいの私に気を使い、自分で日曜の夜に出張の用意をして、月曜の朝早く出かけた。私はその後子供たちを幼稚園まで送り、さあ買い物しようとバッグを開けると、財布がありません。どこかで落としたかと慌てて家中を捜索するけど、ない。警察に言わなきゃなと思ってたところに旦那から電話がかかってたようで、留守電には。ごめん、お前の財布荷物に紛れ込んでたわ。帰るまで別の財布使ってて、じゃあな。いや持って行っちゃったのは1000万と譲って仕方ないとしても、私のクレジットもキャッシュカードもスイカも身分証その他もその財布の中、空き巣に入られた経験があり、家に現金は置かない主義。旦那は電話の電源を切っている。手元には26円。スイカもないから移動もできない。車は持ってない。一週間の生活費どうしよう。そうだ通帳で下ろせばいいじゃないか。と気づいたが通帳はあるのに私の銀行員がない。そういえば旦那が認め印一つ持っていくねと言っていた。義実家は猛毒で絶縁中。私も両親兄弟はいない。引っ越してきたばかりで借金を頼めるママ友もいない。毎週月曜日に食料品まとめ買いするので冷蔵庫はこの段階で調味料以外から。しかも米も2合だけ。幼稚園は弁当制なので、米はとりあえず弁当用に。近所のスーパーでウサギの餌にしたいと言って大根の葉やキャベツなどの外葉をもらい、17円のもやし買って調味料フル稼働、買い置きのそうめん、小麦粉でなんとか水曜日まで弁当も持たせました。旦那の携帯は金曜まで繋がらず、金曜の深夜にかかってきた電話で、もう米も麺も小麦粉もなくなった。弁当がないので子供たちは昨日今日と幼稚園を休ませたが、私は火曜夜から、子供も今日は何も食べてない。
と言ったら初めて状況に気づいたらしく、翌日予定より早く帰宅、土下座してました。ステーキでも寿司でも食べに行こうと言われたけど、いきなりだと体を壊すので、卵がゆを子供たちと食べました。子供たちが、美味しいね、と力なく言ってるのを見て泣いて反省してました。そして月曜の朝に現金で10万渡され、空き巣の怖さより餓死される怖さの方が大きいから現金は持っててくれと懇願されたのが今の修羅場。ごめん、呼んでて腹が立ったわ。育児してる奥さんに気を使ってるつもりが餓死寸前に追い込むって。何が別の財布使っててだよ。別に財布持ってるかくらい稼ぎ頭ならわかるだろうが、って。何で嫁の財布持って行ったんだろ。携帯が電池切れだったのも勘ぐりたくなる。ご主人反省してるみたいだけど、なんだかな。出張が山奥の単独作業でもない限り、連絡が取れたのではないかな。携帯電話がない時代はそれが普通だったし、突然の不幸とか早急に連絡取らなきゃならない場面っていくらでもあるわけで、数日全く家族と連絡取れなくても平気な旦那の神経もわからんが、その間に子供に最悪なことが起きてたら、報告者どうするつもりだったんだろう？とりあえずお金になりそうな貴金属を質屋へ買い取ってもらえるとこもあるが、それだと戻ってこないし。パスポートはなかったのか。一致です。貴金属は婚約指輪と結婚指輪以外はプラや合金の安物しか持ってないんです。大ぶりのタイプをいろいろつけるのが好きなので、一つ一万以下のしかなく質草どころか、お笑い草にもなりません。恥ずかしながら海外に行ったことありません。食べ物のアレルギーがあるので、言葉の通じないところが怖いです。旦那は充電器を忘れたので充電できなかったと言ってます。会社に所属してるのではなく、フリーで仕事してるので、私も出張先の会社の名前を知りませんでした。あまり物事を重く考えない人なので、今までは大丈夫大丈夫でしたが、さすがに今回は答えたのか。次からは必ず会社名と連絡先書いておく。携帯も出る、と言ってるし、聞き忘れた私にも非はあるので、今回は許しました。浮気、穴の開いたパンツ平気で履いていってますからね。ないと思うけどな。それでもなんとかしなきゃいかんのが母親。子供が最悪の事態になってたらどうしてた？と問われるべきは旦那。しかし卵がゆを力なく美味しいね、っていう子供のくだりに泣きそうになった。まあ、人それぞれ事情があるもん。何も知らん他人が丸々で高校できただろ。なんていうのは野暮ってもんよ。確かに野暮なんだけどさ。こんな時本当にどうしたらいいんだろうなんて考えるよ。なくはないシチュエーションだしさ。東方38歳バツイチで連れ子2人、旦那35歳、旦那の実家に同居。旦那の両親はかなり良くしてくれて、血のつながらない娘たちを本当に可愛がってくれてる。ただイラつくのが旦那妹。琴音は28歳で実家出て、ちょい離れたとこで旦那さんと暮らしてる。こなし。一ヶ月に一回実家に旦那さんと帰ってくるんだけど、それがなんともうざい。琴音がいたらすべて琴音中心に回る。娘たちも琴音に懐いていて気に入らない。一ヶ月に一回も帰ってこないでほしい。娘たちも懐いてるなら何の問題もないのに何がうざいのか。なんかうとはもちろんのこと、止めがやたら甘い。琴音慢性って感じ。実家に帰ってきたら、化粧品やら食料、日用品なんかを大量に持たせてる。一ヶ月に一回帰ってくるのに毎回。しかも家族旅行になると必ず琴音夫婦も同行。旅行中も琴音が仕切ってるし。うざいって何をされたの？琴音中心ってどんな風だろう？家族に迷惑かかってるなら子供が懐くとも思えないけど。日帰りで一ヶ月に一度程度なら、同居でも琴音の実家であり、うとめは琴音の親だし場合によってはあり得るよね。自分が里帰りできない人かな。琴音が来たら生活のリズムが狂っちゃうのかな。ならイライラするのもわかる。琴音は娘たちに会いたいらしくて、やたら毎回お土産買ってくるんだよね。だから娘たちも懐いてるし、特に上の子が琴音に対して憧れみたいな感情を抱いてる。琴音はちょいギャル風で、娘は真似したがる。旅行の時なんかも、食事や行き先が決まらなかったら琴音がここで良くない？みたいな感じ。
うともとめも娘ちゃんが言うなら間違いないよねみたいな感じ。毎回帰ってくるたび琴音の好物ずらりだし。琴音が来ると、琴音が主役になっちゃうことに嫉妬してんじゃないの。同居の理由と住居形態、それに琴音の帰ってくる理由とか滞在時間にもよるのでは？二世帯かこちらの理由で同居してもらってる場合はある程度仕方ない。琴音が義実家の用足しとか見舞いに来るなら非常識とは言えない。引き取り同居とか義実家の都合で住んで介護してあげてるとかなら琴音も遠慮すべきだろうけど。でも介護なら親出し短時間の見舞いはありかな。お客さんの好物出すのって当たり前では？それも月にたった一回。他の日に自分たちの好物出したりしてるんだろうし。365日3食自分の好物なんて出せないよ。それに琴音がチョイスの店がうとめに美味しいならうとめがそこを選ぶのも非常識じゃない。なんでそこまで嫉妬するんだろう？だらで飯まずで自分の子に懐かれてないとか？なんでも自分中心で365日じゃないと気が済まない人？介護とかはないです、うとめ元気です。ご好意に甘えて同居させていただいてます。琴音は娘たちもいるし、親孝行兼ねて月一で帰省してるみたい。正論を言えば、おそらく全面的に一致の言ってることがおかしい。義両親の実家に琴音が帰ってくるなんて、筋違いもいいところ。琴音も義両親も別に非常識なことはなく普通にいい人みたいだし。嫉妬する気持ちはわかるけど、嫌ならその家から出ていくのは自分たちの方でしょう。旅行や外食、嫌なら一緒に行かなきゃいいじゃない。同居でも家族旅行レジャーは別にあって、そこまで付き合わない人は多いもの。でそもそも誰がお金出してるんだろう？人数割かな？嫌いだ。来るなでも外食と旅行は一緒って変だよ。子連れで再婚して、義実家に同居して連れ子たちはよくしてもらってて、子供たちもうとめやことめに懐いてて何が不満なの？嫌味や意地悪されたりしてるの？月に一度が多いと思うならはっきり言ってみたら？どうせ言えないんでしょ。よくしてもらってるのがわかってるから、言えないんでしょ。だったら我慢したら？我慢できないんなら出ていけばいい。ご好意に甘えて同居させていただいてます。まさかの帰省同居か。生活費ぐらいは入れて家事はやってるんだろうね。食事は琴音の好物になるって愚痴から見て、琴音が作って自分も食べてるようだけど。共働きでお金はしっかり入れて、専用の琴音と分用かな？まさか自分も専用で琴音が家事なんてないよね。琴音は親にもたかってないし子供にも買ってるから親がかりでもないし経済的に自立はしてるようだけど。しっかりした妹、ダメ兄夫婦で琴音が元気ではあっても相談相手にしてるのかな。琴音たちや私たちの旅費は基本うとめが払ってます。月一帰省時もうとめが琴音たちにお小遣いあげてます。化粧品やなんやら大量に持たせてさらにお小遣いって普通なんですかね。月一帰省って頻度もびっくりして戸惑ってました。確かに琴音は悪い子ではないです。もろに末っ子って感じですが。琴音が娘たちをたまに叱ることがあるんですがこれは普通なのかな？例えば、娘が不注意で服汚してしまって、どうせ洗えばいいしって言ったところを琴音が、お母さんがわざわざ洗ってくれるんだよ？って注意してました。そこまで言うことか？とか思ったり。琴音が正論、正当で当たり前のしつけの範疇。それも世話する人立てて、厳しすぎずちゃんと言い聞かせしてるいい注意報。だらで帰省してる嫁立てて気を使ってくれてるいい琴音じゃない。ただまさかその洗濯まで琴音が一緒にやってるから、嫌味に聞こえるなんてことはないよね。琴音が食事もやってるようだけど働いてるの？働いていたらレジャー代まで帰省しなくて良さそうだけど。普通なら実施ならともかく連れ子にまでレジャーや生活費やら出さないのが普通だよ。ましてプレゼントしてくれたりしない。そこは実親の自分が働いたり養育費で出すべきもの。琴音の分出すのが不満で自分や子供は甘えていいは逆だよ。琴音からすれば血のつながりで娘や息子、血のつながった孫が優先は当然のこと。私も働いていますし、きっちりお金も入れています。家事も率先してやっていますし、私も琴音にプレゼントあげたりします。娘たちを可愛がっていただいてるのは本当に感謝していますし、うとめはとても良い人なんです。ただ琴音が帰省するたびに娘たちが影響されているようで心配です。ピアス開けたいよねー？とか、前は上の子が化粧に興味持って、
娘に軽く化粧し始めて、髪の毛とかもセットし始めて、このままでは悪影響が出ないか心配です。レジャー代も、一般的な金額であればもちろん出せるのですが、いつもかなり高額な旅行をするので、琴音もお金ないから出してくれるなら行くというスタンスです。同居やめたら？いつもかなり高額な旅行をするので、だったら辞退していかなきゃいい。出すぎりすらない連れ子の分まで出してもらうのは非常識だよ。相手が言い出しても遠慮しない時点でたかり。ましてそれで自分たちでなくて琴音中心って嫉妬したり文句言うなんて暴音にも程がある。琴音は血のつながりがあるから出してもらってある意味普通だし、出してもらって文句垂れてないもの。同居だってそうだよ。働いてますって言うけど、止めの行為で置いてもらってるとも書いてるから経済メリットありでしょ。家事やってるって威張るけど止めが作った食事食べて、琴音の好物作ったなんて文句垂れてる。家事率先してやってるなら食事も自分たちだよね。買い物もして。世話になって文句言うなら、自分たちで部屋代も含めて自活して、仕事も家事も夫婦でだけしなきゃ。あれこれ出して家事もしてくれるからよう止めなんて言ってるけど、こんなスレで陰口なんてさもしいよ。この人叩かれてるけど、自分の子供が琴音に口を出されて面白い母親なんていないだろ。そうなんです。前も娘が音にうるさいって言ってしまった時、琴音が誰に向かって言ってるの、と叱っていて、琴音も音にうるさいとか言ってるのにモヤモヤしたり、私がおかしいのでしょうか？近いうちに罰がさらに増えそう。結局自分の立場を分かってないんじゃない？再婚で子持ちだからって小さくなってる必要はないけど、経済的に楽するために同居して、旅行費用等も出してもらえ、いい思いしているのにわがまますぎる。罰一でも自分が好きなように子育てして毎日好きなものを食べて暮らしたいなら、自分たちだけの稼ぎで他人に頼らず暮らすのが当たり前でしょ。実の孫産めばいいんじゃね？ 38 ならまだ産めるでしょ。旦那が子供はいらないというので、産む予定はないです。琴音が娘に誰に向かって言ってるの、と叱るのは行き過ぎではないのでしょうか？娘がずうずうしすぎるんだよ。血のつながった祖父にだって、うるさいなんて言ったら叱られる家庭だっていくらでもあるでしょう？一致があまりにも常識ないから琴音がしつけてくれてるんじゃないの？嫌なら別居した方がいい。目上の人にうるさいなんて言ったら叱られるの当たり前。琴音に言わせるなよ。親が注意するところでしょ。うとめが琴音に甘いって思ってるようだけど、必要なしつけしてないのはあなただよ。現実は嫉妬だらけなんだよな。試し行為する人って本当なんなの？交際中だった男性に振られたんだけど、その経緯がマジで意味わからん。彼は大手に勤める会社員で、私からしたら雲の上の人って感じだった。大げさに聞こえるかもしれないけど、それくらい尊敬していたし仕事も応援していた。ある日、呼び出されてファミレスに出向くと、思い詰めた顔をした彼から。失業した。結婚の話は一旦白紙に戻してくれ。と言われて頭が真っ白になった。詳しくはないけど彼は外資系の企業に勤めていたし。そんなこともあるのかも。いきなり首とか怖って内心パニックになってた。落ち込んでるだろう彼を少しでも励ましたくて。今度一緒にハロワに行こう。退職が会社都合なら手当がすぐに出るんじゃないかな。っていろいろとまくし立てたと思う。失業手当のもらい方とかを説明していたら、なぜか少し引いた様子の彼に。今日のところは帰る。と言われてその場は別れた。後日、彼から失職が嘘だと告げられた。同時に別れも切り出された。本当に意味がわからない。彼曰く、結婚の前に私を試したくて嘘をついたけど、私がやけにハロワや失業手当の受給方法に詳しくて不安になったらしい。もしかしたら私が無職なんじゃないかって。そんなことはないって弁解したけど、そこまで詳しいなら失業したことはあるんだろう。正直引くとまで言われて何も言えなくなった。確かに前職は会社が吸収合併されて人員再編になり、とんでもなく遠方に移動になると聞いて思い切って転職したんだよね。幸い転職がうまくいって今の会社に落ち着いて、彼とも出会って幸せだったのに。こんなことになって途方に暮れてぼーっとしてた。最初は現実味がなくて呆然としていたけど、じわじわと実感が湧いてきて、
一緒に怒りも込み上げてきた。自分は無職になったって嘘ついて私が支えてくれるか試したのに、私が無職かもしれないと思ったら逃げるんだ。一回転職したくらいで人生失敗した人間だと蔑むんだって。結婚まで考えた仲なのにあまりにも薄情だと感じて、彼に連絡を取ってくすぶってる感情すべて叩きつけたんだけど、復縁には応じないと言われて、違うそうじゃないと脱力した。あと、この人はあくまで私のせいにして別れたいんだな、自分のせいで破局したって思いたくないんだなと分かった。おかげで彼への未練も断ち切れたし、その点では連絡してよかったと思う。復縁要請のために連絡したと思われたままでいたくないので、結婚を前に人を試すような真似をするのは卑劣だとはっきりと伝えた。無職を装って自分を支えてくれるか試したくせに、立場が逆転した途端に逃げ出すのはダブスタにも程がある、とも。電話の向こうでごちゃごちゃ言い訳していたけど、私たちがダメになったのはあなたのせいだよと言って通話を切った。ものすごくスッキリした。もし彼や彼女に何かしら不安があって、試し行為を予定している人がこれを見てくれているなら、どうか思いとどまってほしいな。他の手段を考えた方が絶対にいい。でないとこうやって修復できない関係になるよ。お疲れ様でした。そんな男にはお花畑で何もできないけど大丈夫って言ってくれるアホな子がふさわしいと思う。けどそんなアホな子が家庭をうまく回せるかというと疑問だけど。心機一転、自分の生活を充実させてください。そんな試し行為をする人間はこっちがノーセンキューでしょ。そういう人間は基本ただのバカ。イッチがバカと別れられてよかった。試し行為したんだ。はい、不合格とか言ってやりたい。試し行為というか、結婚を白紙にしたくて迷ったような。相手の反応がどう転んでも難癖つけて破局に導く企み。もちろんあなたは全然悪くないと思います。ほんと滑舌って大事。マジ大事。引っ越しの荷造りを開始した日に、押し入れの奥の忘れ去られた小物入れの中から、嫁がずっとなくしたと騒いでいたリングが見つかった。付き合って半年くらいの頃に、なんとなく買った安物のペアリング。結婚してから家事育児と指輪なんて邪魔者で、日頃は結婚指輪すらつけていなかったくせに、そのリングが見当たらなくなった時はそれはもう大騒ぎだった。そこで俺は何かプレゼントしようと貯めていたへそくりで、そのリングと同じデザインのリングを作ってもらうことにした。素材はプラチナ、内側にダイヤが配置されているデザイン。完成したリング受け取った夜は、引っ越しを明後日に控えた日で、連日連夜の準備で俺も嫁もクタクタ。そんな中、嫁を今日は外食しようと外に連れ出した。近所の馴染みの居酒屋で食事を取りながら、タイミングを見計らうも、店選びの段階で間違っていたことに気づき、今日は見送りかなと思っていた。結婚を毎日愛してるって嫁に言い続けてるうちはものすごく円満。やっぱね、毎日言うことが大事だと思うんですよ。店を出た後、嫁が散歩しようと手を引いて川沿いの遊歩道に連れて行かれた。初夏の心地いい風に吹かれて、酔いもうっすら冷め始めた頃に嫁が、ここ歩くのも、もう最後かなーなんて言い始めて、今、絶好のチャンスじゃねと思い、嫁をベンチに座らせた。ポケットをまさぐり、まずはシルバーのリングを見せる。これ、どうぞと右手の薬指にはめてあげた。嫁はその指輪を愛おしそうに見つめながら、ああ、あったんだーと喜んだ。学生時代は、左手にするの恥ずかしくて、いつも右手だったねーと解雇に吹ける嫁の横顔はとても綺麗だった。俺は嫁の左手を取って、ちょっと目つぶっててともう一つのリングを取り出して、今度は嫁の左手の薬指にはめた。嫁はそれが指輪だとすぐに気づいて目を開けた。これ、薬指を月明かりにかざして指輪を見つめる。あのな、結婚してくれてありがとう。嫁の目を見て続けた。普段は言わないけど、そのなんだ、愛してたよ。その瞬間に嫁は目をカッと見開き、は？なんで過去形？と若干低めの声で聞いてきた。一気にあたりの空気が冷えた気がした。俺としては愛してるよと言ったつもりだったから、そりゃあきょとんとしていたに違いない。
嫁ははっと何かに気づいた顔をして。だからこの指は？え？もう愛してないから、ペアリングはお前が持ってけって。いや、違う。俺が否定の言葉を言い終わらないうちに、嫁はもうダッシュ。俺も追いかけようとしたが、あまりの事態に混乱してて、すぐに行動に移せなかった。酔いと緊張と予想外の展開で、何が起こったのかが理解できないまま、とぼとぼと家に向かって歩いていたら、見慣れた車がすごい勢いで走り去っていった。嫌な予感がして、部屋に急いで戻ったが、嫁の姿はやはりなくて、ダイニングテーブルにはあの二つのリングが残されていた。すぐに携帯に連絡したが出てもらえず、携帯にメールを送るも、すぐに大門から返信が来てしまう状態で朝を迎えた。朝一に引っ越し業者へ、とりあえず延期でと伝え、嫁からの連絡を待った。そして昼頃、うちの両親が部屋に来て、靴を脱ぐなり張り倒された。いつもなら殴ったね、と返す自信があるが、昨晩から続く悪夢の中で、俺はもういっそ殺してくれと思っていた。お前、何したんだ？と父親に怒鳴られた。いい大人が怒鳴られてるよと妙に冷静だった。続けて向けられた怒号に、俺は現実に引き戻された。離婚したい理由は何だ？え？今朝、向こうのお母さんから電話があった。お前が離婚したいって。ちょ、違うって。何がだ、冗談じゃ済まないんだぞ。沸騰し続ける父親をなだめ、昨晩の一部始終を話した。そうするとあれだけ激高していた父親も、となっていた。大人二人で意味がわからないなとなって、とりあえずリングを持って、向こうに行こうと車に乗り込んだ。それから一時間ほどで嫁の実家に着き、歓迎されていない空気の中、今に通されて正座して待った。そして、すぐに嫁が来た。目は真っ赤で、泣き晴らした跡があった。俺はとりあえず、なんかごめん、と謝ったが、顔を上げた先にいたのは鬼の軽装の嫁だった。嫁はわなわなと震え、俺に手帳を投げつけた。母子手帳だった。え？妊娠してんの？今思えば、俺は獅子の大ぐりぐり踏んでいた。離婚する。だからあなたには関係ない。嫁はピシャリと言い切った。離婚？離婚って、誰が？は？何言ってんの？あなたが離婚したいんでしょ？もう愛してないって言ったじゃない。しばらく沈黙の後、俺はようやく一言だけ絞り出した。いや、言ってないよ。じゃあ、ペアリングは何？俺はリングを一つずつテーブルに置いた。嫁のシルバーのリング。俺のシルバーのリング。そして嫁のプラチナのリング。三つ目のリングを置いたとき、嫁は加藤茶針の二度見をしたのを覚えてる。それから、この三つ目のリングを渡して事情を説明し、昨晩は大事なセリフを噛んだらしいことを謝り、離婚する気はないと改めて伝えた。嫁はようやく冷静になって、それから顔をぐしゃぐしゃにして泣いた。しゃくり上げながら、子供のように大声を上げて泣いた。俺もなんか泣いた。父親の方を見たら、父親もなんか泣いてた。誤解が解け、二人で部屋に戻り、段ボールの積み重なった部屋で手をつなぎながら眠った。俺の右手を力強く掴んでいる嫁の左手の薬指には結婚指輪とあのリングがはめられていた。教訓、滑舌は大事だよ。前物が泣いた。仏泣かすな。妊娠してるのにダッシュしたことは後からちゃんと叱ったか？そういうの大事だよ。っていうか、テーブルに指輪があってよかったよな。投げ捨てられてたらどうなったことやら。いやー滑舌大事だな。俺もよく発音悪いとか言われるし気をつけよう。10年前の出来事。当時高校2年生だった俺は同じクラスになった A 子を好きになった。顔が好きというか、とても親近感が持てる雰囲気の女の子だった。ある日思い切って告白したら、好きです。付き合ってください。私のどこを好きになったの？ A 子さんの雰囲気です。A 子さんを見ていると安心感というか、親近感というか柔らかい気持ちになるんです。へえ。嘘じゃないです。本当なんです。あんた、鏡見たことある？そんな自分は不細工とは思っていなかったけど、こんなことを言う子だったんだ。ショックだな。と思いながら無言でうなだれると。ごめん。そ
そういった意味じゃなくて。え？私たち顔が似てると思わない？え？あんた、私の弟だよ。え？姉だった。双子の姉で1歳の時に両親が離婚して父親が俺を、母親が姉を引き取って離婚したらしい。姉は高1の時にすでに俺の存在を知っていたらしいが、まあいちいち言うことでもないかと思ったらしく、そのまま今まで通りに過ごしていたらしい。今では仲が良い兄弟をしています。下ネタなことは一切していませんので、念のため。すげえ。面白い。血が引き寄せたって感じだね。海外だと生き別れていた兄弟が、そうとは知らずに恋人になり、いざ結婚って段階になって、法律上の手続きのあれやこれやの過程で肉親と判明。ってな例があるからな。姉ちゃんが弟だと認識していてくれてよかったね。間違って付き合わなくてよかったな。それこそ修羅場だわ。姉家族は隣の中学区に住んでおり、姉は小6の時に一度だけ俺の家に来たそうです。けど表札に父親と俺以外に母と姉の名前が書いてあったので、家に入ったら、家庭を壊しそうで怖くて玄関前で帰っていったとか、隣の中学なので、練習試合で俺の通っていた中学校に何度か来たことがあって俺を少し探したとか、高校の告白の時は、やっと私の存在を知って私を呼び出したと思ったとか、残念ながら俺は離婚した母親や姉がどこかにいるだろうとは思っていましたが、なぜか遠く離れたところに住んでいるから、会えないと思い込んでいたし、育ての母がいるから、産んだ母のことは聞いてはいけないと思っていたから、母親と姉の存在をほとんど忘れていたし、特に会いたいとも思っていなかった。実のお母さんに会ったの？3年生の時に進路指導の保護者会があった時、廊下で会って、少し話をしました。記憶にない人を母と言われても、はぁって感じ。育ての母が良い人で大好きだし、本当の母だとしか思えないので、母は時々俺を見に来ていたらしいし、学校では兄弟ということは内緒にしていました。特に理由はないけど、家庭のことを他人に言うのもって感じで、告ることを知っていた友人には、振られたけど友達として仲良くねと言われたと報告したけど、翌日から姉が結構積極的に俺に絡んできたので、本当は振られてなくって、友人に内緒で付き合っているんじゃないかと噂された。卒業式の日に、クラスで兄弟だったことをバラしたので、二次会ではそのネタで大盛り上がりだった。いろいろな話があるけど自分語りなのでこの辺で、長々とすみませんでした。旦那が変な方向にはっちゃけている。義母は幸い両と目で全く干渉してこない。口も出さない人。仕送りいらない。老後のお金は確保してある。とこちらが何も言わずとも結婚前にきっぱり宣言してくれたできた人。義父はのんびり家で DVD を見るのが好きで、義母はヨガやら洋裁やら趣味に活動的。でも去年私が、義父母にとっては初孫になる息子を産んだことで会う機会が増えた。旦那曰く、孫の顔を見せるのが最高の親孝行。それもそうかなと週2くらいでお邪魔していた。正直しんどい時もあったけど、義父母のことは好きだし親孝行になるならなーって。お正月も大晦日から2日までお世話になった。義父母とはうまくいってるし、優しくしてもらってるんだけど、申し訳ないことに元日にはもう帰りたかった。出産の時に股関節を荒れしてしまって、楽な姿勢が取れない場はしんどいんだよね。二日の朝、旦那がまだ寝てる間に義母さんが寄ってきてこそっと。嫁いびりじゃないのよ。ほんとごめんね。来年からは一泊にしてもらえる？義父さんも義母さんも生活リズムができてしまっていて、長い来客はきついんだそうだ。孫は来てよし、帰ってよしって言うでしょ。来てくれるのは嬉しいけど体力がついていかないのよね。平謝りして、旦那を起こし、旦那にも義父母さんから言ってもらった。ちなみに義母さんがなぜ先に私に言ったかというと、その方が話がスムーズだからだそうな。でも帰宅してから旦那が不機嫌。お前が母さんに言わせたんだろ。親孝行してるのになんで怒られなきゃいけないんだ。私が何を言っても聞く耳持たない。義母から口添えしてもらったけど、お前が母さんに言わせてるの一点張り。暴力はないけど、物を投げてくるようになって、お乳が止まったので今実家に帰ってる。金曜に義父母が知ったらしくて義母がごめんなさいと、
何度もメールくれるけど義母は悪くないしな。子供のためにも離婚は回避したいんだけど、どうやったらはっちゃけから冷めてくれるんだろう。子供のためにも離婚は回避したい。これ本当に子供のためなの？いや、責めてるのではなくてね。夫婦仲うまくいかない人って必ず、子供のためと言うけど、ゴミ父か母がいる方が子供の教育には悪いんじゃないかなと思う。血のみ子抱えている、実家が受け入れてくれるなら、今は考えないでゆっくりしたらいいんじゃないかな。困るのは旦那だけなんだから放置でいいんじゃないかな。ひとまず我が子と自分の健康を優先した方がいいんじゃない？優しいお言葉が染みます。本当しばらく母乳が復活するまで穏やかでいたい。股関節のこともあるし、義父母には全く不満がないから、自分は幸運だと思ってた。まさか旦那がこうなると思わなかった。そのうち義父に怒られて我に返るんじゃない？自分勝手に想像で最上の親孝行を決めないで、望んでいることをしてあげないといけないのにね。お大事に。旦那はっちゃけたねー。毎度こういう話を聞くと思うんだけど、女房子供使って親孝行すんな。てめえでやれや。嫁にも母親にも気を使わせて悲しませて本当にバカじゃねえの。一度物理的にも距離開けて頭を冷やしてもらうのは正解だと思う。ご実家でゆっくり休んでください。あれから義父母と私両親を交えて6人で話し合い、旦那は義父母が預かり、私はマンションに戻って、股関節が治るまで実母に通いで手伝ってもらう別居婚となりました。旦那は義実家で過ごしていたのですが、義母は趣味で忙しい人で、義父はコーヒーと映画が趣味。旦那はほったらかしだったそうです。最初のうちは私に孫の顔を見せてやれ、こっちに来いとメールしてきましたが、スマホは実母に預かってもらっていたので私は当時見ることもなくスルー。義父母に最低限の衣食住しか構われなかった旦那は3ヶ月くらいではっちゃけが収まっていきました。でもその後反動が来たのか。父さん母さんになんかもう孫は見せてやらん。と反抗期みたいになっちゃって、これまた厄介でした。現在も別居婚ですが、週に3度は必ず来るようになりました。やっと不正が目覚めてきたらしく、子供に向かっても、ごめんなと謝っていました。今は別人のようにしおれてます。母曰く、あれも一種の赤ちゃん返りだったのでは、だそうです。年内には夫とまた暮らせそうかなと思っています。旦那さんの目が覚めたようで何より。股関節は大丈夫？うまく元さやに戻れるといいね。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の感想よろしかったらコメント欄でお聞かせください。励みになりますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。